ばい、うわ怖いねこれ、残酷すぎる、イケメンだぜ。はいどうも皆さんこんにちは、ボルボックスでございます。さあ今回も僕たちの願いと12月やってまいりましょう。うん、さあ前回待ちに待った、お泊まりパーティーが始まりました。うん、太陽くんのお家に一泊する形となっておりますね。一つ屋根の下、男同士一泊、何も起こらないわけがない。楽しみ。さてやってまいりましょう。太陽が小さく息を呑む。表情を、見られないのが残念だが、耳元で聞こえる彼の声は心地いい。うん、月下くんはヴァンパイアなんで、現在太陽くんの血を摂取しているところでございます。じわりと溢れ出した血にゆっくり舌を這わせると、やめろと言わんばかりに背中を叩かれた。うん、それならばと牙をさらに深くまで押し込める。ド S だな、やはり月下くんは。やめろっつってんのにさらに深くまで牙を突き立ててるね。痛みを逃すように、わずかな声を漏らした太陽は、俺が喜ぶのを知ってか知らずか、自身の手を噛み、痛みに耐えようとしていた。ボッコボコや。前回から太陽くんの体ボッコボコ、穴だらけになるで。声我慢しなくていいのに。結果が喜ぶのは面白くない。吸血鬼じゃねえんだから、自分の手なんて噛むなよ。ほらもうちょっとだから。太陽の手をつかみ溢れる、赤に再び口づける。傷口に再び牙を埋め込めば、いってえなそれ。同じところにもう一回くぐもった声とともに、からぬ体が、びっくりと震えた。満たされていく。腹も心も言いようのない欲も、うん、やはりヴァンパイアですね。なあ太陽、俺さ、初めてお前に会った時、本当は殺していいかもって思ってた。そうなんだ、割と過激な発想してたんだね、過去の月下くんは。きっと幼いからが俺に気づくことなく眠っていたなら、あの時会話もなく、血を奪っていたなら、殺すつもりはなくとも誤って殺しても別にいいかと、それくらいにしか思っていなかった。腕の中の彼はもう幼い姿ではない。幾度となく繰り返してきた儀式めいた行為に彼は不満の一つすら漏らさない。うん、月下、俺は月下が現れたあの日、殺されてもいいと思ってた。そうなんだ、太陽くんもまた殺されていいと思ってたんだね。それは何だろう、愛する大好きな月下くんに殺されるのであれば別にいいかと、そういう考えかな。だとすれば底なしの愛を太陽くんから感じるんですがね。それは今も変わらない。不満を漏らすどころか、こんなことを言ってのける。煽られておりますね。こっちは必死で、そうだよね、衝動を抑えているというのに。やはり衝動を抑えるのがやっとんのか、月下くん大丈夫、本当に太陽くんを殺してしまいそうだ。俺を求めるように伸ばした手を、年に一度しか会わないという制約で、なんとか拒んできた。これから先もこんな思いするくらいなら、いっそ、なんだろう、月下くんは、なんだろう、太陽くんのことを愛しすぎてしまうと、ね、衝動が抑えきれなくなって殺してしまうのかな。だから年に一度しか会わないのかな、わかんないね。これで終わり、太陽ありがとう。出血の勢いが、穏やかになったのを見計らい、それまでの思考をかき消しながら太陽からそっと離れる。治療が済んだ後もどこかふわふわした様子の彼は、おそらく貧血に似た症状に苛まれているんだろう。だいぶ抜いたね。300cc とかそこいらの話じゃないね、500ぐらい抜いたんじゃないか。ソファーに、持たれて動かなくなった子供の頭を撫で、少しだけ、乱れた服を直してやった。この様子ならすぐにでも寝てしまいそうだ、そう思い彼の体を持ち上げる。ね、まだ来たばっかなのに。もう眠ってしまいそうな太陽くん。
大人顔負けの体格とはいえ、人間ではない俺にとっては大した重さではない。横抱きにしたまま、ベッドへと運べば、不満げに服の袖を引っ張ってきた。ね、これ展開的にはすごくいい展開だよね。うん。太陽くんが力なく現在ベッドに横になっております。これ襲えるぜ。襲えるかっこ直球。ね、今夜こそ太陽くんを襲えるんじゃないのか。ヴァンパイア的な意味じゃなくて、もう直球の意味でね、うん、襲っちゃえよ。もうこの部屋には2人しかいないんだぜ。はい、もう子供じゃない、知ってるよ。少し眠いけど、もう少し話したい。そうだよね、おとなしく寝ろ、それとも一緒に寝てやろうか。おっと、積極的ですね、月下くん。そうしろよ。そうしてくれた方が展開的によろしい。ああ、うん、やはり太陽くんも拒みませんね。即答。いや、まあお前がそれならそれでいいけどな。あ、やっぱりもう寝ちゃうんだね。太陽の隣に寝転がる。ベッドのきしもとを聞きながら、俺はすっぽりと、彼の腕の中へと収まった。あ、そうか、月下くんが抱かれる側なんだね。誰かの、抱き枕になるの初めて。ぬくぬくじゃんお前。月下は冷たい、雪の匂いがする。うん、やはりヴァンパイアとは体も冷たいんだね。雪？外歩いてたからな。あ、確かにまだ降ってないけど。うん、思案している間にふと彼の腕の力が抜けていくのを感じた。見上げると彼女は眠っている。少し疲れたような、顔色に、やっぱりやりすぎてしまっただろうかと小さな罪悪感を覚えた。だんだん歯止めが効かなくなってる。そうだよね、やっぱり自我が保てなくなってきてるんだ。となれば太陽くんの今後のことを考えれば、もう会わない方がねいいと思うんですが、どうなんでしょうか。これ以上やったらだって太陽くん殺してしまうんじゃないのか。会うたびに彼を太陽を欲しいと心のどこかで考えてしまう。うん、だからやっぱり年一でね、自分を抑え込むために年一で会うようにしてたんだ。きっと彼が欲しいと言ったなら、太陽は喜んで俺の手を取るだろう。死ぬことも、構わない、一緒になれるならなんて。人間の人生はちっぽけなようで、けれど他人が背負うにはあまりにも大きすぎる。うん、確かに星名くんがそう言っておりました。でもね、その覚悟があるなら月下の、そして彼の思うがままにすればいい。星名の、言葉が胸を刺す。覚悟、太陽の人生を全て奪ってしまう覚悟。ダメだ。痛みをごまかすように目を閉じれば、心地よい彼の、心音が俺を落ち着かせた。うん、よかった、このままでいい、これから先もずっと。太陽は人間として一生を終え、俺は吸血鬼として長い時間を生きる。これもちょっと切ない話ですよね。うん、確実に太陽くんは、月下くんより先に死んでしまいますね。ヴァンパイアは永遠の命を持ってるんで、彼もきっともう少し大人になればこんな関係に疑問を抱くことだろう。うん、そうだよね、太陽くんずっと若いままなのに、太陽くんじゃない、月下くんか、月下くんがずっと若いままなのに太陽くんだけ年取っちゃうからね。そして好きな人を作って結婚して、それから、太陽くんの好きな人って月下くんじゃないのか。そうであってくれ、頼むよ、ここまで来たんだから。想像してたら、なんだか目頭が熱くなってきた。子供みたいに泣きじゃくりたい気持ちを押し殺しながら、自分よりも大きくなってしまった体を抱きしめ、そっと意識を溶かしていった。なんだこのモノトーンの部屋は。さ、なんだろう、
ねえサンタさん、あサンタさん夢でも見てるのかな、太陽くんかな、幼い声が、俺を呼んでいる。あ違う、これ月下くんの夢か、夢かわかんないけど、目を開けると仰向けになって、ん寝ていた。俺の上に小さな体がまたがっていた。でいいのかな。いつもの無表情はどこに行ったのか。年相応の無邪気な笑顔で俺の顔を覗き込んできていた。うん、幼い太陽くんの夢を見ているのかな。サンタさんは何か欲しいものありますか。僕が何だって叶えてあげます。あ逆に、これは夢なんだとすぐに理解した。都合のいい甘い夢。太陽の方に手を伸ばすとクスクスと、笑いながらすり寄ってきた。うん、襲えるぜ。夢の中だから何をやっても大丈夫じゃないか。いかんいかん、ちょっと私の修羅の部分が出てきている。僕が欲しいですか。うん、自信満々。太陽くんはもう知っているのか。うん、月下くんが何を思っているのか。夢ならばとうなずいた。そうだね、太陽が欲しい。会うたびに思う。このまま何これ、奪って行ってしまうこと。さらってかな。じゃああげます、僕の全部あなたに。ありがとう、ありがとうね。ちょっと今の言い方ちょっとチャラかったな。あーびっくりした、何これ何これ、ちょっと待ってくれよ。おい太陽くん、それないぜ。悪夢だったのか。おいおい、大人をからかうんじゃないよ、驚かすんじゃない。ドロリと触れていた部分から太陽が血を流した。溢れて止まらない血は俺をベッドを、際限なく染めていく。幼いからは至る所から血を流しながら笑っている。俺の間違った選択を嘲笑っている。やがて形を崩した太陽が水音を立てながら皮膚を溶かし、ベッドの上に肉片を落としていく。動けない俺はその様子を見ながら声にならない声で叫んだ。うん。月下、心地よく低い声が俺の名前を呼んでいる。だいぶね、ただやっぱり慣れないところで眠ると悪夢見やすいって言いますもんね。うん。甘い匂いが、立ち込める中、あまだ夜が明けてないな。ゆっくりと目を開けば相変わらず無表情が俺を覗き込んでいた。太陽、俺、うなされてた。起こさない方が良かったか。いや、ありがとう。重い体を起こし、ふと違和感に 気がつく。自身の湿った口元に手をやると、見慣れた、赤が指先を染めた。ん、なんだ、寝ている間に誤って太陽くんの首を噛んでしまったか。血、口に広がるのは、求めてやまない太陽の血の味だ。状況が理解できずに隣に座る太陽を見上げる。首をかしげながら、見つめ返してきた彼は何を思ったのか、一つうなずいてパックリと裂けた首、ん手首を俺の唇へと寄せた。え、どういうことだ、太陽くん自分で手首を切ったのか。え、そんなディオみたいなことしたの。俺の血で蘇る的な。甘い、心地よく溶けていく思考、泣けなしの理性がこのままで、このままではまずいと、そうだね、警告を発する。ハッとして太陽の手首を掴むと、かなり痛いのだろう。小さく息を吐きながら眉を寄せた。何してんだよお前、この傷。うなされながら欲しいと。うん。血が足りなかったのかと思った。だから。それは、とにかく、まずは止血を。そうだね、手首切っちゃったから、だいぶだね。ただ、リストカットでは死なないと
聞いております。一体結果、そりゃそうだろう、我慢しろ。今回はね、太陽くん自ら切っちゃったからね、太陽の、手首を傷の上からギュッと握りしめる。痛みに、身を引こうとする彼だが、力では彼にかなわない。え、そうな、あ、俺にね、かなわない。そりゃそうだよね。しばらく、傷を抑えたところで様子を見るために、本当に今日の太陽くんボコボコですね。そっと手を離せば勢いを取り戻した血がどんどんと流れ落ちた。どんだけ深く切ったんだよ。伝わった、血が太陽の服を赤く染め、反して彼の顔色はどんどんと青ざめていく。先ほど、血をもらったばっかりなんだ。さらに出血するとなると、そうだね、彼の命が危ない。自ら太陽君死に向かってるけど大丈夫？何か止血できるものだと、辺りを見回し、少し離れた机の上にハンカチが置いてあるのを確認する。大丈夫？救急車を、呼ぶ間の、止血手段として利用したい。そう思い、ベッドから一度離れようとした瞬間、強い力で腕を引っ張られ、抵抗する間もなく抱きしめられた。大丈夫？死んでもらう。いよいよ太陽君死んでしまうぞ。急がないと。止血しなければ。太陽、お前何やってんだよ。早く止血しないと。本当に死そうだよね。それでいい。いいのか太陽君。月下君のためなら。は？クリスマスが終わるとまた月下はいなくなるんだろう。どうすれば、どうすればずっと一緒にいられる。どうすれば連れて行ってくれるんだ。背中に、回った腕の力がだんだんと、弱まっていく。苦しそうに息を吐く太陽が俺の肩に顔を埋めた。俺が死んだらクリスマスが終わっても一緒にいてくれるだろうか。やっぱりそうだよね。年一はちょっと辛いもんね。待ってるの辛いもんね、1年間。太陽の言葉に苛立ちや悲しみや、嬉しいような感情が混ざって涙が溢れそうになる。早く救急車を呼ばなければ。1分1秒も無駄にはできない。このままでは太陽が死んでしまう。俺に散々血を吸われているんだ。もしかしたら、これ本当に読めないんですけど。勉強不足だな。瞬足？わかんないな。になってしまう可能性だってある。安らかな、死とは無縁の動く死体になり、最後は夢で見た幼い彼のように、ボロボロになっちゃうんだ。バカだろお前、死んだって同じにはならないんだぞ。それでも月下といられるんなら。ヴァンパイアじゃなくてアンデッドになることを望んでいるのか太陽君は。バカだ本当に。もしお前を吸血鬼にできたとして、お前は人間として生きられなくなる。人間をやめてしまう結果になりますね。その方がいいんじゃないか。ね、二人して永遠の愛を誓えるぞ。鏡には映らないし。あ、そうなんだ。空を飛べたり、変身したりなんてできないし、血を吸わなきゃ死体みたいになるんだ。鏡に映らないのか。そうなんだ。それとも楽には死ねない。ずっとずっと生きることを強要される。そんなのお前が背負うべきじゃない。月下がいるならそれでいい。他に何もいらない。よほどな愛ですね太陽君。今にも倒れそうな。そうだね、止血しなきゃ。彼の体を引き離す。うつろな瞳や光さえも失おうとしていた。危ない。太陽、今はさ、俺お前に死んでほしくない。殺したくないんだ。だから今からお前にひどいことをする。きっと後で俺をにら、憎むと思う。それでもいい？何をするつもりだ？結界なら何をされてもいい。そう言って笑った太陽の言葉につられて俺も小さく笑う。
今にも、生きたいそうな彼をベッドに座らせたまま、俺は近くに落ちていたカッターナイフを手に取った。太陽、あ、これはまさか月下くんの血で太陽くんを蘇らせるつもりじゃないのか。すると二人してヴァンパイアになれたりするんじゃないね。ディオ様はそうやってバニラアイスを蘇らせていた。閉じかけた、まぶたを開くように、名前を呼んで 隣に座る。いつものように首をかしげた、男に笑いかけ、手に持っていたカッターを自身の首筋へと押し当てた。物理と皮膚を刺す、サク感覚とともに痛みが思考を支配していく。それでもなおと、手に力を込めるが、横から伸びてきた手によって中断された。結果、もうほとんど意識を失いかけた太陽が倒れ込んでくる。抱きしめるように受け止め、背中を叩いて彼の意識をつなぎ止めた。うん、俺が今つけた傷ちゃんと見えるか。首筋を差し出すと太陽は、わずかにうなずいた。俺の血お前にあげる。あ、やっぱりそうなんだ。そしたらお前は死なないけど死ねなくなる。うん、そうだね、俺みたいに。やはりヴァンパイアの血によってね、ヴァンパイアの血を受けた者はその人もその受けた本人もヴァンパイアになってしまうんだね。うん、でもずっと一緒にいられるようになる。よかった、ハッピーエンドこれはハッピーエンドではないか。このまま、彼が死ねば俺の本当に読めないアンデッドでいいかな、成り下がるけれど、人間が吸血鬼の血を摂取したなら話は別だ。うん、やっぱりそうなんだ。吸血鬼の多くは、血筋血筋かで、仲間を増やしていく。だがごく稀に自身の血を人間に与えることで仲間として迎え入れることもあるらしい。試すのはこれが初めてだから、どんな弊害が待っているかまだわからないか。だから言い終わる前に、太陽が青くなった唇を傷口へと寄せた。チクリとチリッとした、痛みに奥歯を噛みしめる。牙を持たない太陽は首筋に噛みつくことなく、流れる血をすくい取るように傷口を舐めた。子犬のようなたどたどしさに思わず笑ってしまったが、彼はそして気にしていないようだ。いつもとは逆じゃんね、これ。逆。一度離れた太陽が、目を、まばたかせながらこちらを見つめている。表情は相変わらずだが、顔色はだいぶマシになった。うん、はい、ということで、太陽くんが月下くんの、血を飲んだことにより、太陽くんもヴァンパイアになってしまう可能性があります。うん、このことを、こうなることを星名くんはひょっとしたら予想していたのかもしれませんね。うん、はい、ということでまだ気になるところがたくさんあるんですが、今回この辺で以上とさせていただきます。次回もお楽しみに。さよならー。